水泳には様々な泳ぎ方があります。どの泳ぎ方も共通するのは手と足でしっかり水を捉えることです。水泳が苦手というお子さんはいきなり泳ぐのではなく、最初は水に慣れることから始めましょう。一つずつゆっくりステップアップしていけば、いつかは中村コーチのような綺麗な泳ぎができるようになるはずです。それでは水泳上達とっておきのトレーニングを始めましょう。最初は水に慣れる練習です。水に慣れるために呼吸の仕方から覚えましょう。大きく口を開けて息を吸ったら、息を止めて水に潜ってみましょう。口は閉じたまま、一度に全部出そうとせず、鼻から少しずつ同じ量の息を出すようにします。息を吐くことに慣れたら、今度は息を吸い込んでみましょう。水に潜ったら鼻からゆっくり息を出します。次に水の中でジャンプして水面に顔を出します。この時口を大きく開いて息を吸い込みます。慣れてきたらこの動きをリズムよく繰り返しましょう。じゃあ最初は水に慣れるために呼吸の練習をしましょう。最初は、口を大きく開けて息を吸って、お水の中で鼻から吐きます。じゃあちょっと最初やるので見ててください。でしっかりここ泡が見えるように鼻から息吐いてください。じゃあ最初翔太君からいきましょう。せーの、目もうちょっと開けててもいい。お水入っても目しっかり開けて、でもう一回いきましょう。せーの、OK です。今度は頭まで入れましょう。口を大きく息吸って、次は頭のてっぺんまで潜ります。せーの、もうちょっとじゃあ潜れるかな。もうちょっと、じゃあ今度目も開けて、もうちょっと頭入れていきましょう。せーの、ポイントは鼻から息を吐いて口から息を吸うこと。保護者の方はお子さんと手をつないで、お互いの目を見ながら一緒に水の中に入ってみましょう。この練習はお家のお風呂でもできるので、ぜひ一度試してください。今度は水の中に潜る練習です。大きく息を吸い込んだら、両足を前に伸ばし、お尻をプールの底につけます。両手で水をかき上げて、体が浮かないようにしましょう。じゃあ今度は潜る練習をしましょう。水の中に潜って、お尻をこの赤い台の下につけます。で、体は起こした、上半身は起こした状態で、足は伸ばして膝は伸ばします。で、この時に浮かんでこないように、手で水を押してください。せーの、1、2、3、4、5。じゃあせーの、1、2、3、4、5。 OK です。潜ったら息をしっかり吐き出しましょう。お尻が底につかないときは、保護者の方が後ろから軽く肩を押してサポートしてあげてください。今度は水に浮いてみましょう。水の中で片足で立ち、上げた足を抱えます。次に立っていた足で軽くジャンプし、両手で両足を抱えます。大きく息を吸い込んだら、体を丸め、頭を水の中へ。しばらく動かずにいると、背中が水面に出て、だるまのような形で浮くことができます。じゃあ今度は水に浮く練習をしましょう。最初に、左足を抱えて、次に右足をジャンプして、右足も同じ風に抱えます。で、その後に顎を引いて、背中が水面に浮くようにして、だるまの形で水の上に浮きます。せーの、1、2、3、4、5。今度は水の中を進んでみましょう。まっすぐな姿勢で進む毛伸びは水泳の最も基本的な形です。水の抵抗を受けにくい姿勢なので、
どの泳ぎ方にも毛伸びの形が入っています。足の裏で壁をキック、プールの底を見るように顔を下に向け、腕で耳を挟んで両手をまっすぐに、体を伸ばして一直線に前へ進みましょう。じゃあ最初に毛伸びの姿勢、手はまっすぐ肘は伸ばします。で、耳の後ろに手が来るようにね、耳の前ではなくて耳の後ろに手は来ます。で、この姿勢のまま両足で壁を蹴って前に進みます。で、壁を蹴った後は手も足も動かさないで、この状態でよー、はい、まっすぐな姿勢はどんな泳ぎにも生かされる水泳の基本です。水面に顔が出ていたり、お尻が下がっていたら、その部分を触ってあげると体が曲がっていないかどうかを確認できるので、ぜひ保護者の方がサポートしてあげましょう。足の甲で水を蹴る足の使い方をバタ足と言います。正しく足を動かせば、バタ足だけでも水中をスムーズに進むことができます。最初はプールサイドに腰掛けてバタ足の練習です。膝を曲げないように太ももから動かすことを意識して、足首をピンと伸ばして足の甲で水を押し出すように動かしましょう。プールの壁に腰をかけて座った状態でキックをします。翔太くんのここにボールがあると思って、さやかちゃんのここにボールがあると思って、ここのボールを蹴るように、じゃあキックしてみましょう。よーい、はい、ここで大切なのは、上から下に叩きつけるのではなく、下から上へ蹴り上げるようにすること。足をまっすぐに伸ばして、足の甲で水をしっかり捉えて押し出すような感覚を身につけましょう。次はプールサイドに捕まってバタ足の練習です。足の付け根から足全体を動かし、水をしっかり蹴り出すイメージで、この時力が入りすぎると膝や足首が曲がってしまいます。上半身の力を抜いて、足をムチのようにしなやかに動かすのが理想的なバタ足です。壁のところに手をつけて、この肘、手は伸ばした状態で、この状態で体を伸ばしてキックします。じゃあちょっと最初私がやるので見ててください。で、たくさん泡が上がるようにキックします。この時に体が左右に揺れないように、しっかり壁を使って足だけ、ね、動かせるようにやってみましょう。よー、はい、ポイントは上半身をリラックスさせて、足をまっすぐ伸ばして蹴ること。膝が曲がっていないか、足首はまっすぐ伸びているか、正しい姿勢を確認してあげましょう。